ライトアップされたリナシティカノヤ。リナシティカノヤは、鹿児島県鹿野屋市で実施された北田大手町地区第一種市街地。再開発事業によって建設された再開発ビル。2007年開業、総事業費は約101億円。鹿野屋市が購入した公共施設部分は鹿野屋市市民交流センターと呼ばれる。リナシティカノヤの建設に伴い、 国道269号を挟んで、南側の桜デパート跡や桜デパートから県道68号を挟んで、西側の旧バスセンター、肝付川、及びその東岸にある鹿野屋、イベント広場も一体化して整備された。マックスバリュー、リナシティカのや店業務施設リナシティは、リニューアルアクティブシティの略で、鹿野屋市内の小中学生を対象にした、公募の結果、 地元の小学生の案が採用された。鹿のや市が購入した公共施設部分を特に、鹿のや市,市民交流センターと呼称する。町づくり鹿のや及び、鹿のや市社会福祉協議会が指定管理者として、市民交流センターの運営に当たっている。情報プラザには、FM 鹿のやが利用するサテライトスタジオがあり、2008年1月から、おおすみランチタイム。 枠の番組はここから放送されている。2007年5月の連休にも特番を放送している。商業施設は各テナントのマックスバリューを除き、カノや商工会議所の管轄にある。芸術文化学習プラザとしてアトリエや研修室が福祉プラザとしてすべての市民の触れ合いの場として調理室や浴室などといった各種福祉施設が整備されている。 健康スポーツプラザとして各種スポーツが可能な広さを持つフィットネスホール芸術文化学習プラザとして394人を収容するホールが整備されているミニシアターはリナシアターと呼ばれる十数年ぶりに大隅半島に映画館が復活した基本的に風切りから数ヶ月遅れて常時上映し鈴宮春日の消失のように半年遅れて 公開された事例もある。ただし、カノヤしが主な撮影地となった、チェスト、や、レッドクリフパート2未来への最終決戦マイナス、淡々の冒険、ユニコーン号の秘密、隣の肝付き長が、ロケ地となった、はやぶさはかなる期間においては、風切り公開が実現した。そして、父になる上映時に、リリー・フランキーが来館したこともある。産業振興支援センターと、 町中パークカノヤ、イベント広場町中パークとかのや、イベント広場は、町づくり交付金事業によって、カノヤ市が整備した。なお、リナシティカのヤの敷地購入も当事業を通じて、なされている。肝付川については、国土交通省大隅河川国道事務所が、肝付川水辺プラザ事業として両岸に、水辺ステージを整備し、カノヤ、イベント広場の一角に、 ひもつき川水辺館を設置した、旧三州自動車バスセンター跡に立地。2007年2月13日にハローワークが、4月2日に、産業支援センター、鹿野市中小企業勤労者福祉サービスセンターが、開設。桜デパート跡地に整備。公園も兼ねた、駐車場を設置。旧鹿野市役所跡地。 有料駐車場として利用されており、リナシティカの矢と二つの橋で結ばれている。毎年2月に開催される、鹿児島県下一周駅伝第4日のゴール地点となる。再開発計画に伴い、国道504号や、市道の三鳥山線などの拡張工事が実施された。このうち、国道504号の拡幅は、北田大手町地区第一種市が一、再開発事業として実施された。 再開発地域の鹿野市北、田町、大手町付近はかつて、百貨店の桜デパートや鹿野市役所が立地する鹿野市の中心部であった。しかし、白須台地に位置する琴吹地区、西原地区に人口が集中し、スーパーマーケットなどといったロードサイド店舗も当地区に出店するようになり、次第にその地位は低下していく。さらには1991年に、 鹿のや市役所が本町から南に 1km ほど離れた現在地の京栄町に移転。同年鹿のや市初のショッピングセンター、プラス世代は鹿のや店も中心部からやや離れた白崎町にオープン。1992年には国道220号か屋バイパスが全線開通することでロードサイド店舗がバイパス沿いにも出店するようになった。また、かの市には 公共交通機関がバスのみであることから、鹿屋市の一世帯あたり車保有台数は、鹿児島県全国平均を上回っており、モータリゼーションが進行していると言える。これらの要因が重なり1994年には、鹿屋市中心部の中心施設であった桜デパートが閉店。その後も商店街の空洞か、シャッター通りかが進行し、 2004年には地区に唯一あったスーパー丸はセンターも閉店した。ありがとうございます。